アイテム番号 SCP-257JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-257JP はサイト8181の完全機密収容倉庫は5に収容され、必要でない時は常にカバーがかけられます。倉庫内は常にカメラによって監視され、 SCP-257JP1 の予期せぬ出現があった場合は即刻若桑博士に報告しなければなりません。 SCP-257JP の実験はすべてサイト8181の機密実験室で実施され、被験者には D クラス職員を起用してください。現在SCP-257JP の結び目を解くことはいかなる職員であっても基本的に許可されません。説明。SCP-257JP の外観は黄色で着色されたラウンド型のゴム風船です。収容当時、すでに直径12センチメートル前後まで膨らんでいました。経年劣化は見られず、表面は収容当時の艶を維持しています。内部に充満する気体はどのような手段を用いても検知することができませんでしたが、非実体的な現象ではなく、また空気よりもわずかに重い気体であると考えられています。SCP-257JP を直接視認した被験者は、SCP-257JP を対象に大きく笑い始めます。被験者は、SCP-257JP の外観や形状がとてもおかしいと感じた。と述べています。この効果は被験者が SCP-257JP に影響を及ぼされてから3時間に及んで続きます。そして、その3時間の間に SCP-257JP は緩やかに膨張します。その後、SCP-257JP の効果は急速に薄れていき、一度影響を受けた被験者が SCP-257JP を再度視認しても SCP-257JP の影響を受けることはありません。SCP-257JP の膨張と被験者に及ぼされた影響が消失した後、被験者は、楽しい、嬉しい、などを一切感じることができなくなり笑うことがなくなります。現時点で14人の事例が報告されていますが、そのいずれにも回復の兆候は見られていません。2000年、月、日、SCP-257JP の結び目を解く実験が行われ、その際に SCP-257JP1 の存在が確認されました。詳細については実験記録 257JP-B を参照してください。実験記録 257JP-A1 被験者 B301JP を SCP-257JP の格納エリアに入室させます。実験は常にカメラによる観察が行われ、B301JP は担当の若桑博士とヘッドセットで会話できるようにしています。以下はその音声記録です。記録開始。B301JP が格納エリアに入り、SCP-257JP を視認する。B301JP 大きな笑い声。若桑博士、なぜ笑っているんだ。301番。 B301JP 大きな笑い声。若桑博士、おい。301番。 B301JP 笑い声、すまねえ、笑い声。若桑博士、何がおかしいのか教えてくれ。 B301JP、腹部を押さえて咳き込む。笑い声。若桑博士、おい。B301JP、声にならないほどに笑っている。腹部を押さえて笑いこける。若桑博士、頼むから質問に答えてくれないか。301番。何がおかしいのか教えてくれ。B301JP、声にならない笑い。若桑博士、失笑、ダメだこりゃ。約3時間の間、同じようなやりとりが行われ、3時間後に B301JP の笑いは止まりました。
映像測定により SCP-257JP は実験前よりも 1.3 倍ほど膨張していることが認められました。若桑博士、さて、何がおかしかったのか教えてくれ。B301JP、小島が開く。さっきまでこいつ、SCP-257JP を示す、の形とか色合いが、めちゃくちゃ面白かったんだけど、今はそうでもねえな。なんか妙な気分だ。若桑博士、私には普通の黄色い風船のように見えるが。B301JP、小島が開く。そう、だな、俺にもそう見える。若桑博士、何が面白くて笑っていたのか具体的に説明できるか？ B301JP、長い沈黙。若桑博士、質問の仕方を変えよう。抽象的でもいい。君なりに何が面白かったのか話してくれ。B301JP、小島が開く。今思い返すとかなりの時間爆笑してたらしいけど、全然飽きなかったな。ずっと面白く感じた。常に新鮮な笑いって感じた。今思うとなんで飽きが来なかったんだろうな。すげえ変だよな。今はもう怖えよこれ。若桑博士、そうか。つまり君はその黄色い風船の形状や色合いがなぜかとてもおかしく感じ、かつ不思議とそれに飽きることがなかった。加えて、そんな自身の状態を少しも奇妙だとは思わなかった。ということだな。B301JP、そうだな。若桑博士、笑っている最中に私の声は聞き取れていたか？ B301JP、聞こえて吐いたけど、それどころじゃないぐらい笑ってたのを見てただろ？若桑博士、そうだな。小島が開く。ところで、君はもうすぐ任期が終了して社会復帰するらしいじゃないか。おめでとう。晴れて自由の身だな。君は財団の活動に大きく貢献した。私からも礼を言おう。今の気分はどうだ？ B301JP、ありがとう博士。そりゃ今の気分は最高に決まってるさ。俺、バカだけど帰ったら改心するんだ。ほんで家族に。沈黙。若桑博士、どうした？ B301JP、小島が開く。あれ？若桑博士、大丈夫か？ B301JP、家族の記憶に違和感。じゃないな。なんだこれ、何か変だ。博士、俺ちょっと笑いすぎて混乱してるみたいだ。若桑博士、そうか。記録終了。実験終了後の数日間、B301JP は、何事も憂鬱に感じる。飯の味はわかるのに、美味しい、嬉しいという感情が湧かない。もうすぐ再会できる家族の顔を思い浮かべても、全く励みに感じなくなった、などと述べていました。実験から3日後、B301JP にうつ病に似た症状が発生し、オンコール体制にあった現場のカウンセラーが対応に当たりました。しかし、B301JP はその翌日に、トランプゲームで一方的に負け続けた、ことを理由に D クラス職員に暴行を加えるという事件を起こしました。この事件をきっかけに特例として承認されていた B301JP の解雇後の一般社会への復帰は取り消され、任期終了後は B クラス記憶処理を施され再雇用となりました。実験記録 257JP B 日付2000年月1概要過去に一度 SCP-257JP の影響を受けた D クラス職員1名が用いられ、その他の職員は直接視認を避けるためにカメラからの観察を行っていました。B クラス職員が若桑博士の指令に従って SCP-257JP の結び目を解くと、SCP-257JP の内部から黄色のガス状物質の塊が噴出され、それは常に全体から複数の笑い声を放っていました。
それらの笑い声には現在までに SCP-257-JP の影響を受けた14人と同一のものが含まれていることが判明しています。このガス状物質は SCP-257-JP-1 と識別されました。SCP-257-JP-1 は実験室を3秒ほど浮遊した後、飛行速度を急激に変化させ、280km/h 時にも及ぶ速度で実験室の扉のわずかな隙間から抜け出しました。その後 SCP-257-JP-1 は施設のエアダクト内を通って、出現から約3分後にはサイト8181から脱走していました。サイト8181所属の機動部隊が即応して SCP-257-JP-1 の追跡を行いましたが、SCP-257-JP-1 が北の方角に飛び去ったのを確認した後に見失いました。結び目を解かれた SCP-257-JP-1 は、SCP-257-JP-1 を内部から排出した後にその異常性を一時的に失いましたが、B クラス職員が若桑博士の指令に従って SCP-257-JP-1 の口を結ぶと、SCP-257-JP-1 は元の異常性を取り戻しました。この実験後、サイト8181に所属する財団エージェントから選抜された人員で、SCP-257-JP-1 の追跡班が組織されました。追跡班は脱走した SCP-257-JP-1 の逃走ルートを直線的なものと推測し、現在も行方を追い続けています。SCP-257-JP-1 の結び目を解く追加実験。それによって新たに出現すると思われる SCP-257-JP-1 の確保は現在承認待ちです。ポイ1。SCP-257-JP-1 は大阪府。死にて、ほぼ同時期に、ある一家全員がうつ病を発症した。との噂を聞きつけた財団エージェントにより回収されました。最初に SCP-257-JP-1 を発見した。編集済み。は。SCP-257-JP-1 は、公園の木に引っかかっていたと述べています。また発見当時、SCP-257-JP-1 の表面に1枚の紙がセロハンテープで貼り付けられており、次のような文書が記されていました。筆者は不明です。喜びの黄色、需要の黄緑、恐れの緑、驚きの水色、悲しみの青、憎しみの紫、怒りの赤、警戒の橙、編集済みの黒、編集済みの白。ポイ2000、年、月、日、栃木県高原山にて、SCP-257-JP-1 の追跡班が SCP-257-JP-1 と類似した振る舞いを見せる青色のガス状物質を目撃したと報告しています。追跡班のほとんどの人員が、そのガス状物質は複数の人間の鳴き声のようなものを放ちながら、推測された SCP-257-JP-1 の逃走ルートに沿うようにして、北の方角に高速で消え去ったと述べています。付録覚書。もし追跡班の証言が真実ならば、SCP-257-JP-1 と似通った性質を有する物品がどこかにあるということはほぼ確定したようなものだ。その外観が青色の風船であることを想像するのは固くない。そしてそれが回収されれば、我々はあのメモの内容から示唆される10色の風船を捜索しなければなくなるだろう。感情を人から奪ってどこかに運ぶ風船を10個だ。運んだ先に何があるのかわからないが、編集済み、や、編集済み、といった感情を必要としているのなら、おそらく我々にとってろくでもないものになるだろう。若桑博士。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。